日もご視聴くださいまして誠にありがとうございます。冷蔵庫の中の材料で自己流麻婆茄子、豆腐、サバ缶入りを作ってみましたので、最後までご覧くださいませ。どうぞよろしくお願いします。なお味付けその他はすべて自己流、見よう見まねです。どうぞよろしくお願いします。